東山サブヨシ、慶応2年1月13日昭和7年10月9日は、明治昭和時代前期の教育者。米国留学後、第5高等学校英語教授になり、1911年3月、九州学院初代委員長となる。オハイオウェスリアン大学。1873年春高のホール慶応2年1月13日、日後国やつ白群京町生まれ。 9歳で、熊本洋学校へ入学したが廃校になり、翌年キリスト教熊本バンドの岡田松生に連れられて、京都同志社英学校に転学。その後、下越志望の広取英学校、岡田松生の岡田英学校を経て、18歳で、長崎のメソジスト派遣教師が設立した、かぶり学校へ入学し、22歳で卒業。同校の教師を経て、 明治25年にアメリカに留学。メソジスト監督協会派のオハイオウェスリアン大学で生物学を学び、理学修士を習得して30歳の時に帰国、再び鎮税学院で教弁を取った。明治33年、夏目創石の公認として、第五高等学校英語科主任となる。生徒官や弁論部部長も兼務し十年近く務め、その後も講師として、 死ぬまで貢献した。明治44年九州学院初代委員長に就任。夏目漱石と会った直後の記者の中で九州学院の創始者チャールズウェル・ブラウンと知り合ったという昭和7年10月9日死去。67歳。他に長崎の鎮税学院、滑水女子専門学校、滑水女学校、福岡女学校。 九州女学院の相談役と多くの教育事業に貢献した。昭和32年、熊本県近大文化功労者に選ばれた。九州学院もクリスチャン系の学校であり、彼もクリスチャンであった。演算は入学式で、私は君たちを少年紳士として偶する。願わくば、己を監督し、役に立つ善人たれと述べた。 最初は入学者122名に対して卒業生は42名に減っていた。1914年、彼は校訓を、経典愛人を定めた。その後努力して、熊本県の教育会に重きをなした。昭和3年のモタイに際し、文部大臣から、社会事業功労の表彰を受けた。1897年、熊本バンドの精神を受け継ぐ、花了解の結成に、 全面的に協力、指導している。演算ンンは、花了解主催の演説会で講演もしている。この関係で、熊本における最初のハンセン病療養所を創立したハンナ・リデルへの協力が始まった。演算ンンは1902年からリデルが発行した警官の友、ポリスウォーダースフレンドを知り、この編集に協力した。特にその中の英語会話は彼が始めたという。 飛松神吾は、演山のことを、通行なる人格と外白なる学識を持って世間に、異形を受けた人で、30年間、リデ,デルの熊本における、唯一の相談相手であったと記している。ABCDEF 初代院、超音三人寮年表級修学院、全寮にして、優位を目指した、人格教育園三人寮、永田英子院、熊本教育の人的遺産2010。 pp134 リデルを支えた日本人九州学院初代院長党三人寮バラとスミレ29号2010 pp1 から2ジュリアボイドハンナリデル pp 141から147飛松神後、ミスハンナリデル pp 32から34イカイ高明ハンナリデルと海春病院 p166 演算不起夫人事更新録 第15版下、赤星無知事人事更新録。第13版上。ありがとうございます。